くるちょもちょも今日はいい日だね。サラちゃん見てるくるぶしです。サラです。シンプルに2020年最後のはい動画。最近コメント少ない29345行ったり来たりしてるよ。で改めてチャンネル登録グッドボタンお願いします。お願いします。本当にねふざけてますけどすいません本当にね。はい今回はですねくるちょもチャンネル2020年をですね振り返ったりみんなのコメントをですねちょっとピックアップして読んでみたりお久しぶりのコメント読みをそうね今回はちょっと全部は読めないんですけれどもそれと今年の漢字2人でですね2020年の漢字一文字をですね発表しようかなと思ってます。じゃあコメントを何個かピックアップしてですね声で返そう。そうですねそうですね。はいじゃあせーの気になったやつとかをポバッと拾っていきますか。そうですね金凸町のアナル替え歌カバーですね。龍小学45年生さんもっと評価されるべき。いやー嬉しい。今年はねツイッターの方で西野さんにリツイートされたりですねいやそうねちょっと、知ってもらえたかなと思います。じゃあちょっとね金凸町のアナル絡みでもうちょっとだけコメント読ませてください。はい深見誠さんおあれ最後まで聞いてしまった。おいいねこれ割とフルサイズに近いんでそう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 結構長いっちゃ長いんですけど最後まで見てくれたいや嬉しいね。吉本新喜劇さんお天才とはこういうことですよね。わあ一緒にラーメン食いに来た前ゆり明美坂田さんはい最高。おおシンプルでいいね。二玉さんはい天才だいやまあでもなんかこうやってね評価してもらえるのは嬉しいことですねほんまに。またちょっとこれ系のね替え歌カバーもねちょっとバンバン出していきたいですね。そうねちょっと KinKiKids もうちょっと見てくれよお前ハイフェイスキャノンのチョウちゃんがこのクリームを舐める瞬間のやつによくコメントがキャナキャナ好きなシリーズきた生クリーム舐めたまらん死んだラビットナッツさん、ひゃークリーム舐めたーちょぼくんクリームついてるよーっていうね。こんな2人とも多分 AV 見すぎ知らんけど出た知らんけどやっぱちょもちゃんのその舐める姿がやっぱ数字を持ってるみたいですね。なるほどね。第1回のパイフェイスのコメント、みすさんから「くるちゃんの方が年下なんですか?」やっぱりそうかそう見られるよね。まあもう20歳超えたらみんな一緒ですけどね。まあねそう極論言って前はもうチンゲ生えたら一緒みたいな中2だな俺最初チンゲ生えた時はショックだったな俺も絶望やった絶望。テンチムさんへ緊急謝罪はいいろいろおいちゃん誰も見ていないので大丈夫ですよわら天才かおいお前ほんと頭いいなお前アンチコメントありがとうございますありがとういろいろおいちゃんありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。家泊まりに行くよ。本当に日々こういうコメントに励まされてるんでいや本当にやっぱ動画上げるモチベーションにもなるし我々楽しんでやるのが一番なんであれですけどまあやっぱりね動画編集は大変なのでしかもちょっとパソコンが言うこと聞いてくれなかったりすると発狂したりすることもありますけれどもありますね。何回MacBook 叩き割ってやろうかって思ったことあるか分からんけどなんかそうやって楽しんで見てくれてるみんなのコメントだったりグッドボタンまあ時にはアンチコメント低評価我々そういう反応ですら嬉しいですからね。そこでねグッと押してもらったりチャンネル登録してもらえたりコメントもらえたりしたらすごい励みになりますので今後ともね見守っていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。今年どうでしたか。まあなんちゅってもやっぱコロナがあったんでちょっとちょもとも活動続けられるかなぐらいまで考えた1年でしたけど、まあ、会われへん期間あったもんね、ガチにね。 それでもリモートでなんとかつないだり、そうね、なんとかやってきましたけど、うん、これからもね、うん、いろんな壁を乗り越えてやっていきたいなと思いますんで、うん、2021年は、ね、1000人に行って、みんなで笑いながらやりたいと思ってますんで、ぜひ、ね、よろしくお願いいたします。おまんに行きたいですから今年はですね、くるちゃんも最強の武器を、うん、ゲットしたということですね。来年はカメラですか。はい。ソニー富士の両頭使いでですね、いろんな動画上げていきたらいいですね。うん。こっちでも iPad でもね、編集をこれから始めようかと思うんでね、どこでもちょっとやれるような環境を作っていきます。最先端。ね、ちもちゃんが iPad 買うらしいんでね。最後にですね、今年の漢字一文字をですね、くるぶしとちょもで書いて発表したいなと思います。結構テレビでもやってますけど、そうね、今年何やったんやったっけか、密、今年の漢字かな、確か。はい、くるちょも2020年今年の漢字、はい、こちらです。いやー、そうね、もうやみましたよ。俺はガチで病気なんだからね。あ、そっか、そうだ、帯状疱疹って完全に俺忘れてたわ。2021年も、くるちょもチャンネルをぜひよろしくお願いします。今回はですね、年末最後のくるちょもチャンネル、今年まとめ、コメント読み、今年の漢字一文字発表してみました。ありがとうございました。良いお年を。良いお年を。俺今年も中です。お年玉ちょうだい。くれたのは紛れもない愛なんだ。